Amazon Ado のソリューションっていうのはこれ知らないかもしれないです。ブランドとお客様が出会う場をですね、提供させていただいています。広告の可能性が広がりますね。今新しい生活の中で注目されているアイテム、企業、人物などにフォーカス、ニュートレンド1。さあ、私は今 Amazon にお邪魔しております。世界中で多くの方が利用している Amazon のサービス、この Amazon では Amazon Ado という広告ソリューションも提供されているんです。一体どんなソリューションを提供しているんでしょうか。伺っていきたいと思います。 One Morning New Trend One。ワンモーニングニュートレンド1。 Amazon の広告ソリューションを提供するビジネス、 Amazon Ado のジャパンカントリーマネージャー石井哲さんにお話を伺います。石井さん、よろしくお願いいたします。はじめまして、よろしくお願いします。お願いいたします。 Amazon といえばもう誰もが知っているオンラインショッピングサイトなんですけども、はい、もう私も毎日利用させていただいていますけども、もう家族みんなで使ってますが、はい、その Amazon さんが提供されるこの広告ソリューションといえば、Amazon で商品を検索したときに表示されるスポンサーとついた広告、これをイメージするんですけど、 Amazon Ado というのはあの広告のことですか。はい、そうですね、はい、それも Amazon Ado が提供する、広告ソリューションの一つ、スポンサー広告と我々呼んでいます。はいはい、まあ、スポンサー広告はですね、まあ、ユージさんも検索されていると思うんですけども、はい、お客様が探しているものに対して関連が高い商品を広告としてお見せしたりですね、お客様のニーズに合わせて最適な広告の内容を表示する、はい、皆さんがブランドや商品を知ってもらうところから最終的に購入につながるまでのところをサポートさせていただく広告ソリューションです。まあ、確かにね、自分が商品をこう探してるっていう時に欲しい商品が見つかって、それが広告だったということがある気がします。あの商品なんだっけなみたいな、なんとなく関連で検索してたらポン、あ、これだっていうことがね、ありますね。まさにだからその人の探しているものとか関連性をうまく引き出してくれてる、はい、はー、すごいな。あれもだからお客様、まあ、僕も含めいろんな人のニーズに合わせてくれてるということなんですね。そうですね、はいはい。まあ、ただそれも一つなんですけれども、他にもですね、Amazon Ado が提供するソリューションもですね、いろいろあります。例えば、はい、Amazon オンラインストアの中の今話をさせていただきました、スポンサー広告、はい、ただその外にもですね、お客様との接点を作る、ブランドとお客様が、出会う場をですね、作るような広告、ソリューションがですね、我々提供させていただいています。僕は先ほど そのスポンサー広告以外に、まあ、他に Amazon Ado のソリューションっていうのはこれ知らないかもしれないです、まあ、でも Twitch というのが Amazon のサービスだということは聞きました、はい、Twitch はですね、特に日本ではですね、最近利用するお客様が増えてきておりまして、はい、中でも特に若年層のお客様に多く利用いただいているというのが多分特徴だと思うんですね、はい。まあ、そういう若い年齢層の方に、まあ、リーチを したいとか、はい、商品を紹介したい、認知を取りたい、興味関心を持っていただきたいというブランドの皆様にぴったり の広告じゃないかなというふうに思ってます。いや、素晴らしい。だからもうそのお客様の、まあ、年齢だったりとか、うん、まあ、興味関心があるジャンルだったりとか、うん、本当にさまざまなものに、なるべく合うものとか、もしくはその人が探してたものとは違う新しい提案だったりとか、そういうこともできちゃうわけですね。そうですね。お、はい、他にも実は、はい、Fire TV ってご存知ですか。 Fire TV、 はい、わかります、はい、テレビの画面のですね、はい、横にある HDMI 端子に Fire TV スティックを差し込むんですけれども、はい、差し込むと、まあ、実際にストリーミング TV とよく言われます、うんうん、はい、まあ、動画系 のアプリですね、まあ、プライムビデオはじめ、はい、様々なもあるんですけども、まあ、そういうのが見れる、はい、一つのメディアなんですけども、うん、こういうところもですね、実際に、まあ、皆様がそれを見に来られる時のトップページにですね、はい、実際に上の方に広告の枠がありまして、はい、実際にどれを見ようかな、コンテンツっていうのを検索したり探したり、おすすめを見るところのページの一番上を見ていただいて、特にマウスのカーソルをですね、移動していただけると動画がスタートすると、臨場感も出せますし、すごい、結構シズル感を出されたい広告主には、はい、好評でいます。いいですね、本当だからそのアプローチする媒体がいくつもありますね、それこそね、スマホの中で、うん、その広告を伝えることもできるし、うん、一方でパソコンでもそうですし、さっき言った、まあ、Fire TV でしたらもう皆さんのテレビだったりとか、うん、そのスティック1本あれば旅行先のテレビでも
本当そうですね、どこでもそれを届けることができちゃうんです。他にも、うん、Amazon で例えば商品を購入したときに Amazon アドに触れる機会があると伺ったんですが、うん、それはどういうことでしょうか。はい、ちょっとじゃあ実例をお見せしながら紹介できればと思うんですけども、はい、こちら何かお分かりになりますか。これ Amazon さんの箱ですね、はい、ちょっと色合いが僕は初めて見たんですよ、うん、であとは、うんキャラクターの絵が描いてあったりとか、うんうんはいはい、これは何でしょうか。これもですね実はまさにアマゾンの配送箱なんですけれども、ええ、実はと同時に広告でもあるんですね。この前面を使った、はい、オンボックス広告と我々を呼ばせていただくんですけれども、なるほど、はいはい、これはアマゾンですね。まさにユージさんがおっしゃったように、うん、買い物をされて、ええ商品が届きますと、はい、という時にランダムにお届けする配送箱です。ランダムなんだ、はい、ですので受け取った皆様全員がこれ多分サプライズになると思うんですね。いいじゃないですか、うちまだ来てないです、はい、いつかだから何かの広告がうちに届く日が来るかもしれませんね。うわそれテンション上がるな。ぜひ楽しみにしていただき これパッと見た時に、はい、もちろん分かりやすく、うん、もう何の広告かもありますし、うん、で中にはお客さんが求めていた商品も入ってると、うんうんはい、でちょっと箱のここ見ると QR コードみたいなのありますよ ね、 ありますよね。これは何の QR コードですか、はい、これはこの QR コードをですねスマートフォンとかで撮っていただくと、はい、まさにここで告知しているプロモーションのさらなる詳しい情報がオリジナルコンテンツとしてありますので、はい、こちらにアクセスができると。そうなんだ、はい、うわいい。このスペースではなかなか伝えきれないものがありますので、はいはい、そうですね、はい、このその先も知っていただき、よりここで、伝えたいこと、めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、案内ですとか知っていただきたいこと。これ例えば僕は、はい、ラジオ番組をやってるんですね、うん、で僕のラジオ番組をもっと皆さんに知ってもらいたいって時にラジオ広告をお願いしようってことでここに僕の番組を載せることも可能なわけですね、はい、で例えば QR コードではその広告主の方が伝えたい情報だったりとか特別情報を、まあ、入れられるわけですよね、はい、例えばうちだったらリスナーさんのメッセージが読まれると、まあ、リクエスト曲とかが採用されると、はい、ステッカーをプレゼントしてるんですよ。これある種特別じゃないですかこの箱って、はい、どこに届くかわからない、はい、この QR コード読み取るともうそれでステッカーもらえますよとかね。そうですね、そういうことも可能。可能です。やりましょうこれはぜひいいですね。これ本当でも広告の可能性が広がりますね。そうですね、しかも箱が可愛いじゃないですか。はい、だから中の商品は求めていたものなんで使うとして、はいはい、その箱が終わった後そのままゴミにならない可能性もあるじゃないですか、はい、まあ、ゴミにならないどころか皆さんですね、うん、丁寧にテープを剥がして置いていただいてですね、はい、これを写真撮って、はい、SNS で投稿していただいてこれがまた拡散するわけですよね。めちゃくちゃいい。ですので、うん、波及効果が届けたその先まで広がっていく。でしかも全国どこに届くかわからないランダムっていう楽しみがあるんで広告を出された方もその SNS に上がったものを見てあこの県の方々だったんだとかあこの町に届いたんだっていうなんかその町の生活の様子が見えてくるから。そうですね、見えてきますね。それいいな。そうです、送ったその先ですね、はい、次が、うん、次のコミュニケーションこれすごいいいです。はい、なんかここまで紹介してくださったこの例を聞くと、はい、まあ、僕たちの普段こう過ごしているさまざまな場所だったりとか、うん、何気ないタイミングで本当にこの知らない間に、まあ、ブランドだったりとか商品というのを発見している気がしてきました。うん、私たちアマゾンアドではお客様の日常の体験を邪魔することなく自然にですねお客様の行動動線に沿って本当に必要な情報をブランドの方からメッセージ届けられるようにそこのブランドとお客様の、架け橋となってサポートさせていただければなというふうに思ってます。本当にお客様が欲しいと思う情報だったりとかあと潜在的に必要な情報をお届けっていうのはその具体的にはどういうことなんでしょうか。はい、Amazon のオンラインストアにはですねありがたいことに非常に多くのお客様が訪れてきていただき興味のある商品を検索したり、うん、購入をしていただいています。はい、はい、こうしてどんなお客様がどんなものを探していてどんな流れでお買い物をされているのかなどの知見がですね蓄されていきます。でこうしたですねお客様のニーズや悩み傾向などをしっかり分析して理解することでお客様が本当に求めているものを見えてくるかなと。なるほど、まあ、確かにね本当たくさんの方が Amazon 利用されてますからその分いろんな方の生活スタイルだったりとか、うん、そこは把握されてるわけですもんね、はい、よりその人にとってありがたい情報だったりとか、はい、出会いたかった情報とか、ね、そういうものをどんどん届けられるっていうことですね。そうです、あすごい。
大切にしなければいけないのが、まあ、そういうお客様の体験ですね、はい、Amazon ストア内、まあ、こちらの邪魔には一切なってはいけないと、うん、ここをしない形で、お客様の体験、そして、そこに広告投資していただく、うん、ブランドの皆様にとって双方にとってメリットがある、はい、ような形で生み出せることができればなというふうに思っています。一個質問していいですか、はい、非常に興味がある質問、僕にとって興味があるんですけど、はい、Amazon さんで例えば扱っていない商品でも、うん、その広告を出すことができるのか、うん、まあ、つまりちょっと例を出すと、僕、はい、過去にマンションをプロデュースしたことあるんですね、はい、で一棟丸々、まあ、何部屋もあるマンションをもう開発の段階から全部やって、はい、でこのお部屋を売りに出すときに広告を出したいわけですよ、はい、これってAmazonさんでは扱ってない商品じゃないですか、はい、これの広告も出すことはできるんですか。はい、できる。はい、もちろんです。どういうことですかそれは。はい、Amazonのストア内で物を売られてない、はい、ブランドもしくは、はい、サービス、はい、提供されている方もいっぱいいらっしゃってですね、うん、まあ、広告をでもとはいえ出したいと、うん、やはりAmazonのストアに多数来られるお客様に対して広告を出されたいという方は実は多くいらっしゃる。多いんですか。多いんです。やっぱり多いんです。 Amazon さんでうちの商品はないけどもそれでも広告出していただけませんかっていう、はい、そういう企業は多いんですね。はい、例えばですね、はい、最近、紙おむつですとか、うん、粉ミルクの購入を検討されているっていう情報から、うん、はい、それはライフステージ的に新しい赤ちゃん生まれたのかなと、うん、はいはいはい、そうすると新しいお家でしたり新しい間取りでしたり、はい、新しいインテリアっていうのを求められているのかなっていう一つのサイン、シグナルにもなると思うんですけども、まあ、そういう方に対してサービスですとか、そっか、そういうソリューションの提供できるんだ、はい、っていうことはできます。そっか、僕だから例えばそのマンションを売りたい、マンションの広告を出したいってなった時に、うん、Amazon さんでうちのマンションは扱ってないけども、ただうちのマンションを求めてらっしゃるお客さんが Amazon さんにいると、そうなった時にそのお客さんにうちの広告を届けることができると、はい、めちゃくちゃ分かりやすいですね。なるほど、はい、これは非常に興味深い。そうなってくると本当にさまざまな企業の方のもう Amazon の商品を Amazon を利用して商品を購入されている方ってもうたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。で本当にさまざまな年齢、性別、職業、本当に垣根を越えた方々が使っているので、きっと何か届けられるわけですね。そうなんです。Amazon に来られる方を、うん、に対してやはりメッセージを届ける、もしくは告知をしたい、うん、案内をされたい、はい、まあ、そういう方には非常にいいところなんじゃないかなと。素晴らしい。商品だけでなくサービスも届けることができるっていうね、はい、いや勉強になりました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。ワンモーニングニュートレンドワン、今回は Amazon Ado のジャパンカントリーマネージャー石井哲さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ今日は Amazon にお邪魔して Amazon Ado というサービスについていろいろと伺ってまいりました。非常に興味深いお話が聞けました。まずやっぱりこの Amazon で、まあ、僕も Amazon ユーザーであってたくさんの商品を、Amazon さんを通して買わせていただいてるんですが、その時に自分が求めているものもう本当にたくさんの商品があるからこそこう迷っていたりとか、あとは思い出せなかったりっていう時に本当にねそれっていうものが出てくることがあるんですよ。だからこれで僕はね素晴らしいなと思ったんですけども、他にも広告の形っていうのが実はたくさんあって、例えば Twitch、他にも Fire TV、 Fire TV で言うと、まあそれこそねこうスティックのようなものを挿したら、それこそスティックがあれば旅行先でも、自宅でも、もうそこに、自分が求めているコンテンツを出せるだけじゃなく、広告も出てくるっていうね、これは非常に素晴らしいなと思いました。広告の形は様々だなと思ったんですが、ボックスのお話も非常にね印象に残ってます。これがランダムに届くっていう点が素晴らしいなと思いました。自分が載せたい広告が、誰かの手に届く、でその人はやっぱり嬉しいです。もうまるで当たりが届いたかのような、ランダムに届きますから、それを例えば SNS に載せて拡散することによって、広告主の方もあこういった家族に届いたんだとか、その先 SNS でこういう広がりを見せてくれたんだっていう、なんかね自分たちが伝えたいコンテンツが、どこでどういう広がり方をしているかっていうのがすごく分かりやすくていいなと思いました。Amazon Ado、 本当にいろんな形での広告のこう提案の仕方っていうのは僕はね素晴らしいと思いましたし、
いつか自分が何かこう商品を PR したいって時にアマゾンアドにお願いしたいなって気持ちに僕はなりました。ぜひ皆さんも興味ある方はご利用ください。今日はアマゾンアドのジャパンカントリーマネージャー石井哲さんにお話を伺いました。ありがとうございました。